こんにちは、ゴッドファーザー。動画の方ありがとうございました。今回2点ありまして、動画の量産のノルマですね、こちらを、設定した方がいいんじゃないかっていうお話ですね。実はこちら前回の中間報告でですね、決めておりまして、1日6本ですね、週間にすると、42本ですか、42本で、チャンネル登録者数は年内100件以上ですね、100人以上を目指していくということですね、なってます。で、現在どうかと言いますと、週に、42本のところ今38本ほどになってるんで、まだちょっと追いついてないなっていう感じなんで、これをですねしっかりやっていきたいなと思っております。はい、あと1点の方ですね、金融所得課税がなぜこう優遇されてるかという点と、あと1億円の壁っていうやつですよね、これについてなんですけども、優遇がなぜあるかっていうのは、やっぱりおっしゃる通り、その既得権益をこう守っていくためなのかなっていうのは、まあなんとなくわかるところなんですけれども、まあちょっとね、財務省はまあこう言ってるようなんですよね。あの2度目の課税なんで、優しくしてあげようというような意味合いもあるみたいなんですよね。2度目の課税というのは、その株式投資でしたら、株式投資に投資するお金っていうのは、もう税金が一回引かれてるお金な、抜かれてるお金なんで、それによってその株式投資で利益を出した、その利益に税金をかけるということなんで、まあそこはちょっと多めに見ましょうというか、多めに見ましょうというかね、優しくしておきましょうということらしいんですよね。まあこれは方便なのかもしれないんですけれども、そういうふうに言ってるようです。はい、であと1億円の壁の方なんですけども、こちらはですね、1億円の壁はやっぱりこう1億円というその、所得を境にですね、この税金の負担がこうこっちか、まあ所得がね、数百万円からぐーっとこうあるんですけども、所得が上がってくるにつれて税負担も上がるんですが、1億円に達したところでこう税負担がこう下がっていくっていうことなんですけどね。まあこれは理由としては、その、1億円以上の所得を持ってる人は、その株なんかのね、金融所得が、多いので、金融所得っていうのはもともと税金が安いので、所得全体の所得の割合を全体の所得の占める割合が、その株なんかの金融所得が多いので、必然的にこう下がっていくっていう理由らしいんですけどもね、やっぱり庶民としてはやっぱりこう反発はすると思いますよね。気持ち的にはやっぱり僕もそうかなというふうに思うんですが、まあおっしゃる通りにですね、株式投資は勝てないと、難しいので、そこで勝ち抜いた人はやっぱりそのくらいのインセンティブがないと、ちょっと魅力を感じなくなっちゃうのかなというふうに思います。で、ここをですね、やんやん言ってですね、いいことあるのかなっていうふうに思っちゃうんですね。やっぱりその、その株だとか、そういう金融所得で勝ち上がってくるような人っていうのはごくわずかで、そのわずかな人に課税というかね、増税をしたところでですね、税収っていうのは上がってこないと思うんですよね。そんなに、そんなにこうインパクトがないことをやって、で、反発もあると思うんですよね。富裕層の人たちなんで、力もまあそれなりにあるのかなというふうに思うので、どうなんでしょうね。ここはですね、これをやってしまうと、まあ株式市場だったら、株式市場にあったお金がですね、うまみがないとなれば、やっぱ引き上げちゃうと思うんですよね。で、引き上げて、まあ、海外に行っちゃったりとか、あとはまあ内部留保とか貯金みたいな形になっちゃうと、それこそどっかにしまわれちゃうんで、せっかくこう流れてたものがこうなくなっちゃうと思うんですよね。だからあんまりいいことはないんじゃないかなっていうふうには思うんですね。思います。はい。まあ景気がですね、景気にまあ悪影響だというふうに思います。はい。で、ここからはちょっと僕の妄想的な話なんですけども、ちょっとね、こういうニュースが結構、岸田さんなんかもその金融所得課税ですか、金融所得課税を20から30に上げるとかっていう話をしたり、また引っ込めたりしてますんで、
まあ、こういったニュースもね結構頻繁に10月ぐらいから出てるんですけども、これは一体 何かなというふうに思ったんですけど、ちょっとね僕がまあ勘ぐっちゃうんですけど、そのなんか国民のその鬱憤をこう晴らすためにそういうことも言ってんのかなとかですね、だから本当にこれ上げるのかなっていうふうに思っちゃうんですよね。上げてそのなんかメリットはあるのかなとかね思っちゃうんですけれども、結局そうですね、最近そういうのがそういう話が多いっていうのは、あの似たものも多くて、100万円の文書通信費、文通費ってやつですよね。これもですね、なんか似たような流れで、内容は違いますけどね、内容違うんですけど、まあ、10月31日に初当選したその、議員についてはその10月分の100万円全額支給だったものが日割りにするということみたいなんですけども、それやったところでどうなるんだろうって思っちゃうんですよね。10月分のものを日割りにしても次の月から100万円入ってくるわけですから、年間で1200万入ってくるものが1100万と日割り分ということになるだけなん でしかもそれは初当選というかね、当選した議員だけなんで、今までいた議員については変わらず100万円毎月1200万円入ってくるわけなんで、そこをなんか声を荒げて言ってもしょうがないんじゃないかなと思うんですよね。なんかこう論点をこうずらされちゃって本質が見えなくなっちゃうっていうのが最近のこの傾向っていうか、まあ、最近じゃないのかもしれないですけどね、昔からあったのかもしれないんですけど、なんかこう本質はみんな分かんないのか、分かんないふりしてるのか分からないですけども、ね、そういう傾向があるかなっていうふうに感じますね。じゃあちょっと戻りますと、まあ、結局あれですかね、景気が悪いっていうのが一番悪いんですかねっていうふうに思いました。景気が良ければですね、こういうこんな金融所得課税が増やすとか増税するとかって話にならないと思うんですけどね、全体が景気が良ければ、やっぱりその辺かなっていうふうに思うんですよね。だからちゃんと国債をですね発行して、外国並みにですね発行して、地球上の日本円をもっとどんどん増やしてですね、バランスを取って他国とですね、そうしないとやっぱり輸入輸出してるわけですから、日本だけがこの賃金が安くて高い材料を輸入してもですね、うまく回らないのはねやっぱり目に見えてるんで、その辺なのかなっていうふうには思いました。まあ、ちょっとね金融所得課税とは離れちゃいましたけども、まあそんな風に感じたところです。お疲れ様でした。ゴッドファーザーありがとうございます。